三重県道12号伊勢南西線は、三重県伊勢市区の木部町と、同県渡来郡南伊勢町5カ所裏を結ぶ県道である。別名は5カ所街道。全線の大部分が大型車通行禁止である。伊勢神宮の新域上寺山を通過する道である。伊勢市と南伊勢町との境に99折で知られる県峠がある。2016年4月1日現在。 1889年に神原村の村長であった岡一平の懇願により、1889年から1890年に、県峠を通り宇治山台への道路が整備された。1919年より、客馬車が運行されたが、1922年に、設立された5カ所浦和自動車が、乗り合い自動車の運行を始めたため、客馬車は対抗できず廃止となった。 5箇所裏自動車は1944年に三重交通と合併した。大正末期から昭和初期にかけてトラック輸送が開始された。そして1955年、三重県道12号宇治山田5箇所線として県道認定を受けた。1965年に磯部町と伊勢市を結ぶ伊勢道路が開通し、路線バスは磯部へ迂回することになった。 伊勢道路へ迂回すると所要時間が約20分短縮されることから伊勢南西線の通行量は激減した。伊勢道路開通後も伊勢市側の伊豆塚若上流域の宇治今在家町駒広島で30交通の路線バスが走っていたが利用者が少ないため廃止された。大型車の通行が不可能であるためマイクロバスが使われていた。1972年には 三重県道12号伊勢南西線に名称を改めた。県道下付近が全面補装となったのは1975年頃で、あるが1984年にサニーロードが開通し、5カ所から伊勢市へのバス路線が運行されるなど、伊勢道路に変わり、サニーロードが伊勢市への主要道路となり、生活や仕事で伊勢南西線全線を通る自動車はほぼ皆無となった。現在は、 駒広市の住民が利用する田は、神宮神域の手付け数の自然の中でのドライブや、観光、サイクリングや、ランニングコースに利用されている。沿線風景南伊勢町川の99を折り木、峠伊勢市川広大神宮宇治橋全付近以北と、南伊勢町川は、比較的整備されており、福院は4メートル程度の、区間が多いが、伊豆川沿いを通る伊勢市川は、神宮神域で、 あまり整備されておらず、福音3メートル程度の区間が多い。また山中では、路上の落石が非常に多い。新域は、狩猟が禁止されており、日本ジカ、タヌキ、イノシシ、ニホンザルなど、道路に出てくる野生動物もしばしば見られる。AP、C、伊勢島キラリ戦線実行グループ、追薩島キラリ戦線、5カ所街道 財団法人伊勢島国立公園協会。ABCDEFGHIJKL30 県 2016P36AB30 県県土整備部三重県の道路、県管理道路一覧、伊勢土木事務所管内図平成7年4月現在、三重県発行昭和30年30県国時第179号、昭和47年30県国時第175号の5ハット S。 道路法第56条の規定に基づく主要な都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省国時代1275を建設省国土交通省平成22年度道路交通センサス一般交通量調査課処別基本表ありがとうございます